2018年、ドリームコンサートにて、中本裕太は、大韓民国で活動している、日本人の歌手、男性アイドルグループ NCT のメンバー、SM エンターテインメント所属、大阪府戸間市出身、2016年7月、NCT127 でデビュー、芸名は裕太、ニックネームは、たこ焼きプリンス、1995年10月26日、 大阪府角橋で生まれる。14歳の頃、テレビで見た東方新規に衝撃を受ける。母親が東方新規のファンであった。2012年、日本で開催された SM グローバルオーディションに合格する。オーディションに参加したのは東方新規に憧れを持ったためである。ダンスも歌も経験がなかったが、直感を信じて韓国に行くことを思い立った。なお家族には、 内緒でオーディションに参加した。16歳で単身と関し、SM エンターテインメント発の日本人練習生となる。2013年12月24日、SM エンターテインメントの公式 SNS から、SM ルーキーズの練習生として公開された。2014年8月15日、SM ルーキーズとしてネットで放送された、エクソの番組、エクソ90。 2014に出演。2015年3月6日、SR15 バイトとして参加したダンス動画、ベースバットが公開された。7月1日、JTBC のバラエティ番組、アブノーマル階段の新メンバーとして出演することが発表された。8月より、SM ルーキーズの定期公演、SM ルーキーズ賞に出演。9月28日、MBC、 アイドル陸上大会のフットセル試合に足首の怪我をしたシャイニーの民法の代役として出演した。12月28日、デビュー準備のためにアブノーマル階段を交番。2016年2月14日、SM ルーキーズショーの大公演に出演。7月2日午後1時、NCT127 のデビューメンバーとして公開された。7月7日、 所属ユニット NCT127 がネット、M カウントダウンで、初ステージを迎え、ファイアトラックを披露し、正式デビュー。11月21日、朝鮮放送のバラエティ番組、母親のいない空の下で、に出演、CLC のソーンと共演した。2017年9月24日、横浜アリーナで開催された、テンスアニバーサリー KMF2017 で、 ペンタゴンのユートと共にスペシャル MC を務めた。11月4日、NCT127 が初の日本単独イベント NCT127 ザイントロダクション n e c t を開催。2018年5月23日 NCT127 がミニアルバムチェーンを発売し、日本デビュー。6月18日、出身地の大阪で発生した大阪府北部地震を 受けて NCT の日本公式ツイッターに被災者に向けた直筆の手紙を掲載した。10月全米デビュー。2019年4月17日 NCT127 が日本ファーストフルアルバム a w a k 君》アウェクンを発売。9月14日 MBC アイドル陸上大会でサッカー PK 戦に出演。12月18日 NCT127 のアリーナツアー。 NCT127 レーナツアー、ネオシティ、ジャパン、ザ・オリジンの初日が生まれ育った大阪の長年の夢であったという大阪城ホールで開催された。12月25日、東方新規のホワイトのカバー動画を YouTube に公開。2020年3月4日、インスタグラムのアカウントを開設した。10月19日、NCTU として参加した、From Home の ミュージックビデオが公開された。11月27日、NCTU として参加したワークイットのミュージックビデオが公開された。12月4日より、インター FM897 のラジオ番組 NCT127U 歌の U タアットホームのラジオパーソナリティを務める。2021年2月、インスタグラムのフォロワー数が日本人の男性タレントの中で1位となった。 3月2日、インスタグラムのフォロワー数が500万人を突破した。4月10日、ラルク・アンシエルの姉ネモネのカバーをインスタグラムに公開した。血液型は A 型、サソリザ、チャームポイントはヒーリングスマイル。5歳から16歳までサッカーをしていた。子供の頃の夢はサッカー選手。子供の頃から活発なタイプで、 友達と朝から晩まで走り回っていたという、ダンスをやっていた姉と妹がいる。子供の頃、携帯電話がどうしても欲しかったらしく父親に、ハットトリックを試合で決めたら買ってほしいと頼み、見事に決めたため携帯電話を買ってもらえることになった。沖縄の通信制高校を卒業した。自身の性格を感情的だとした。 よく笑いよく感動する性格で映画を見るとよく泣いてしまう。自身の好ましいところについては自分の好きなこと、やりたいと思ったことを行動に移すところとした。たこ焼きプリンスというあだ名があるが、ファイアトラックのプロモーション活動期間には独特なヘアスタイルから焼きそばプリンスと呼ばれた。なゆたというニックネームがある。男の中の男というニックネームがある。 DTB NCT127 教えてジャパン、で披露したダジャレ自己紹介は言うた言うてない言うてない言うた趣味は登山、読書、漫画を読むこと。練習生の時にはソウルのすべての山に行ったという。山の男というあだ名がある。小説から心理学などの様々なジャンルの本を週一冊ほどのペースで読む。 リラックス方法は絵を描くこと、映画を見ること。一番尊敬する人は父親。オーディションは両親に内緒で参加したため、韓国に行くと伝えた際には、母親は驚き、父親は泣いたという。また、父親からは、行ってもいいけど、戻ってこない覚悟で行ってこいよと告げられた。一番好きな動物は子犬で、ストレスが解消されるため、好きな映画はアベンジャーズシリーズ。 好きな映画のキャラクターは幸せの力の男性主人公、スパイダーマン。得意料理はチャーハン。苦手な食べ物はシイタケ。ビジュアルを保つために鶏の胸肉を食べることや青汁を飲むことを意識している。ザウの名は幸せになろう。一番好きな日本のラッパーはバッドホップ。好きなアーティストはバックナンバー、キングヌー、リリ。 カニエ・ウエスト、サム・スミス、ブルーノ・マーズ、ワン・オー・クロック、ハイド、ミヤビ、ラルク・アンシエル、玉木・浩二。好きなお笑い芸人は千鳥。バケットハットや、ビー・ニーをよくかぶる。特に好きな花はひまわり。好きな香水は、剣造のフラワーバイ剣造を大でとわれ。自身のビジュアルに影響を与えた、日本のテレビドラマには、極戦や、野ぶた、を、プロデュースがある。 ピアスが好きで、領事やへそにピアスホールを開けている。口癖は、一番で何か話すたびにつける。帰国するとよく京都に行き、特に嵐山の街並みが好きだという。ハングルをきれいに書く。渡韓するまでの1ヶ月は、韓国語が全くわからなかったため、家のトイレの壁に韓国語をびっしり書いた紙を貼って、独学で覚えた。入社後は、レッスンの中で自然に、韓国語を覚えた。 はじめのうちは、スマホの通訳アプリで会話していたという。ラジオ DJ を務めている n c t 1 2 7ユータのユータアットホームで、リスナーはユーミンと呼ばれている。目を開けたまま寝る。寝る時に枕は使わない。ラプンツェルという名のトイプードルを飼っている。韓国で活動する日本人の中では、寺田拓也、ーと高田健太らと親交がある。 NCT127 としての作品は NCTNCT127 を参照。インタビュー VTR をジン・オズボーンの忍宮明が考案した。ユータは LRENCL のファン。ありがとうございます。